はい、それでプロキオンステークとならば私をどうしようブレスいきましょうか。はい、いや、僕もステークすいません、スマイルでもなかったです。ごめんなさい。割れたらめっちゃ割れたな、これ。何やったっけ？なんか意味わからなくて、これ。意味わからなくて、おお、おいつ。おお、あれや。さあ、それでは早速行きましょう。レッチェゴー！はい、それでは、七夕賞プロ級の前に、明日勝負レース先に言っとくと、もう、ルメール、どこおるかな、もう、なんか、さっきルメール探すの旅に出もったこれ。今日は2勝。今日、プッシュガーできた。これ、しもたれて。プッシュガーでよかった。3勝と思って、会ってみて。おー、プッシュガーでおると思って、しもたれ。はい。明日はっていうと、このレースが一番あれかな。ラッキーでいきましょうか。はい。難しく考えてません。はい、過去に洋芝で急に成績上がってきたらラッキーです。去年ね、洋芝で2連2勝してます。で、洋芝帰ってきたらダメやって、また洋芝帰ってきて前走休み明け4ヶ月空けて2勝1着。はい、ここ安城急にルメちゃん帰ってきました。本気。はい、本気以上です。はい、本気。もうこれ15とね、中1周でルメールやろ。しかもさ、前走さ、余裕持ってきたよ、これ。絶対今回仕上げてるよ、これ。絶対しぼしぼしてるよ、これ。前走プラス10キロぐらいあったやろ。そうやろ。あ、絶対絞ってくる。絶対絞ってくる。あ、来た。ルメ。はい、ルメルシュト。はい、ルメルシュト。滞在競馬だもん。多分滞在競馬やろ。はい、ルメルシュト。プロキオンはもう何も考えることなくウェスタルンドで行きましょうか、言うて。ナムラカメ太郎様とダンディはどうしようかなと思ってる。相手。うん。とりあえず、本命はウェスタルンドで行こう。うん。マリオ回避したん？マリオおれへん。どっか行った。 マリオどこ行ったん？回避、マリオ。マリオ回避した。あれ、マリオおれへん。あれ、マリオマッハはんだけど、マリオ、あれ、マリオここ出てきやった。あ、ちゃうか。え、マリオ。え、マリオここやで。え、あれ、マリオここちゃうかった。 まあいいわ。ウエスタルンド一番人気、副賞1.3倍ぐらい。あー、硬いなー。ウエスタルンドでいけるかなー。でも、このまず1回1万人気裏切ったからな、休み明けか知らんけど、なんか。1回調子乗ってんの、これ。覚えてるで、あんたら4着から。知ってる。知ってんねん。せやねん。せやねん。乗り換えやったからかな。今回頑張れよ。ユースケやったら頑張れるんやろ。いや、普通に強いやろ、こいつ。いや、普通に強いやで。タイムフライヤーとまた、エーロンステークスで頑張ろうか。な。え？無理。間に合わん？間に合わんか。プロキオンからのエルも無理か。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 タイムフライヤー今日負けたからな。何着やったあれ？ 4 着ぐらい。今日何着やったあれ？ 4 着で済んだけよ。あー、折れへん。あれ？え、そんな負けた？ 12 着。え、そんな早かった。あれ？いや。はい、よろしくお願いします。はい、七夕賞考えた結果、パン。マウントゴールドにしよう。あのね、クレッシェンドラブ、バンケドミンゴ迷って、あとね、いろいろ迷いました。あと、湘南バルディ、そしてワンダップチュックを迷ったんですね。クラジュゲリアももともと出てたし、どうしようと思って。はい。で、ですね、七夕賞と言いますと、ちょっと外目の枠がいいっていう、大体なんかね、はい。まあ、去年クレッシェンドラブ勝ったんですけど、みんな外目いって、ここですね。はい。ここですね。はい、この4コーナーで、タバがみんな外行くんですよね。はい。2年前もそうちゃうかったっけ。大体雨の季節、梅雨、ローカル競馬、うちすぐ悪くなるってことで、大体外目みんな持ってって競馬するんですよね。うん、そうなのよ。メドラーク買った大穴のレースはどうでしたかっちゅうて。はい、これも左右ちつかずに外目なんですよ。そうなんですよね。ちなみにさ、これ、今年って福島開催2週目やった、これ。はい。やけど、確か地震の開催が、あ、地震のか、ごめんなさい。地震で、開催までなかったんですよね。新潟開催しよったからないんですよ。なんで、今年初めての新潟開催、だ、福島開催だったんですよね、これ。なんでね、いつもよりね、確かに先週、今週と、ババ雨で傷んでましたけど、例年ほどじゃないんですよね。例年は4月開催で使うんで、ちょっとババが傷んでたりするんですけど、今年はね、思ってるうちなんですよ。アブクマステークス見たんですけど、結局これ、田辺、最高峰からイン付きしましたよね。ってことで、まあ、他の馬たちはね、正攻法で外回ってるんですけど、インコース、さばけんことないっていうのが今日出ましたんで、思ったよりうちが悪くないんですよね。はい。で、これ考えると、内目、かつ前目、やっぱさばける馬っていうと、この馬かなと思って、ワンダープチュックの打ち出して迷ったんやけど、
いや、ワンダーブチック面白いなと。前走、エプソム8着、メイステーク3着。いや、いいんですよ、これ。で、中京、じゃ、中京車。福島2連退しとるんで、いや、おもろいなと思ったんですけど。こっち続きましょう。前目つけれる、かつ、もともと地方馬なんで、ダート経験、馬場傷んでるとこ走れそうなんでね。中京に1200こなしてますし、なかなかタフなとこなしてるんで、この前にしておきましょう。このままもう中京で言う、あ、中京、毎回中京。福島で去年、おととしか2着やったし、いける。前目つけたいと思う。長年休んで、ディセンバー復帰して、前走、休み明け勝ちましたんでね。しかも、マイラプソディっていうより、湘南バルディに勝ってますね。はい。中京コースの湘南バルディ勝ってますね。湘南バルディの人気出てますけど、湘南バルディはね、前走、ナロー記念使いましたし、しかもあれ、中京やったんで、結局、中京巧者を考えると、マウントゴールドの方が、この舞台で一番上かなと思ってます。57キロですけど、走れるでしょう。よろしくお願いします。前走58やったしな。はい。いいと思う。ステゴやし、道役巧者、インズキ、バンテツイソーぐらいできるかな。スローペースやし、いけると思う。戦争ぐらいの競馬できたらいいと思う。強いと思う。はい。あと、アンジュやな、これ。弱った。ジュニア。ジュニアか、これ。湘南バルディ負けてる場合ちゃうか。岩田親子かな、これ。これ、岩田親子。岩田ってあれな。前走、前走、池添やったけど、乗り物しか。あ、ちょっと待ってよ。岩田親子、16?16 16これ。16、16。うわ、ワイド22倍やって。あ、1たす6。1たす6ってなんぼ ?1 たす6ってなんぼ。そうや。それやわ。オッケーオッケー、それや。それや。みんな、七夕賞やからって7番勝ったらあかんで、これ。毎年7番、ちょっと売れて7番ミスんねん、みんな。覚えて。7枠と7番な、みんな。だいたいミスんねん、これ。1たす6でいこう。マウントゴールドと湘南ボルディ、岩田親子や。ここやな。オッケー。了解です。ありがとうございました。ということで、以上となりました。また明日お会いしましょう。七夕です。7番でお会いしましょう。最後、ありがとうございました。はい。プロキオンステークスですけど、9番ウェスタルンドでいけるか。さすがに格ちゃうと思うけどな。あとは、頭数とかでちょっとどこまで外回されるかぐらいか。でも、ハイペースやから、ある程度流れて、と思ってるんですけど、よろしくお願いします。はい。ただ、また、いろいろ考えたんですけど、うちのマウントゴールドでいきましょう。内訳活かして地方の経験と捨て子ってところ。とあと、前めで粘る未来さん、頼むで。あんただけ受賞ってないの。はい。勝負レースだと、結局、今週もルメールで頑張ってもらいましょう。はい。頼むで、ラッキーさん。よろしくお願いします。以上で終わりましょうか。ご清聴ありがとうございました。